NHK マイルカップは日本中央競馬会が東京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名の NHK は寄贈賞を提供している特殊法人日本放送協会の略称で東京都渋谷区人南に本部を置く公共放送。聖賞は NHK 杯日本橋協会連合会会長賞。 1953年から1995年まで東京優春のトライアル競争として施行されていた NHK 杯を前進としている。当時はクラシック競争に出走できなかった外国サンバや短距離適性のある馬に目標となる大レースを4歳春季に創設しようという機運が高まり1996年に春の4歳マイル王決定戦として新設された。 創設当初より外国産馬が出走可能なほか、指定交流競争として、所定の条件を満たした地方競馬所属馬も出走が可能となっている。2009年より国際競争となり、外国馬も出走可能になった。NHK 交響楽団のメンバーが発送前のファンファーレを生演奏するのが恒例となっている。以下の内容は2021年現在のもの。 出走資格、皿系三歳母場、頻馬負担重量、定量出馬投票を行った馬の、内優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は通算収得賞金の総計が多い、順に割り当てる。JRA 所属馬の優先出走権、収得賞金がない馬は原則として出走できないが、ニュージーランドトロフィー及びアーリントンカップで2着以内の成績を収め、 優先出走権を得れば出走できる。地方競馬所属馬の出走資格地方競馬所属馬は、同一年度に行われる下表のステップ競争で、所定の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。上記のほか、JRA で行われる芝野3歳重賞、競争優勝馬にも出走資格が与えられる。 2021年の一着賞金は1億500万円で、以下2着4200万円、3着2600万円、4着1600万円、5着1050万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。各回競争結果の出展。ありがとうございます。